カフェステラと死神の蝶。ねえ高峰くん、この後時間ある？ちょっと高峰くんに渡したいものがあるから。問題です。今日は何の日でしょうか？答えはまた後で。相手に妙な期待を持たせるのも嫌だし。優しくね。うん、どうぞ。高峰くんの好きなようにして。生地の油をラードに変えて、中の肉だねには中華スープの素と干し椎茸の戻し汁を加えてみた。そう、ならよかった。自分でも美味しくできたと思ってたんだけど、どうしても誰かに味を確認してみてほしくて。ごめんね、せっかくのクリスマスなのに。もしかして期待させちゃった？で、今日は何の日？おめでとうございます。大正解。見事に正解した高峰くんには新作の肉まんをもう一つプレゼント。